はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤祐介です。本日は水曜日、面白福祉の時間。今日は弱視の方に嬉しい白いボールペンと黒い紙のノートご紹介します。はい、私アナちゃんはですね、全盲の YouTuber って言ってるぐらいですから、あの全盲なんですね、現在は。ただ中途失明ですので、弱視っていう時期があったわけですよね。まあどれぐらいかな、弱視の期間、まあ10年はないかな、まあ子供の頃はね 0.8 とか見えてたんで問題なかったんですけど、中学入る前、5年生の途中ぐらいから視力の低下が始まって、そう、中学時代は本当ちょうど弱視っていう時期だったんですね。だからあのルーペとか使って文字を拡大して読んだり、拡大コピーなんかとか使ってました。でね、あの弱視の方って白黒反転にした方が読みやすいっていう人すごく多いんですよ。私の頃はね、まだそこまで今みたいにパソコンとか、あとスマホとかもなかった時代ですけど、まあ、拡大読書機は、その時代にも一応盲学校にはありました。でやっぱり白黒反転にした方が読みやすいなって感じたのをね、なんとなく記憶してるんです。でもほら、そうやってスマホとかパソコンとか拡大読書機とかって、その電気的なものじゃないですかね。そう、電気的なもので白黒反転って使うイメージがありますでしょ。でもアナログでも白黒反転ができる、そういうグッズがね、今販売されてるんですね。はい、日本展示図書館とかで販売されてるようなんですけど、今日はね、弱視の方にね、それをお借りしてきましたね。こちらね、ノートなんですけど、じゃん、これめくるとわかりますかね、黒い紙に白い罫線で、罫線も少し太めになってるようですね。これね、ほらで、この状態で鉛筆で書いても何書いてるか読めないじゃないですか。でもここに白いボールペンね、これで白いインキで書けば白黒反転で、まさにねノート使えるということですよ。便利ですよね。私も弱視の頃にこれあったら絶対使ってたと思うんです。でね、こっちはね、じゃん、こっちは罫線なしのただの黒い無地の紙、無地のノートね。でこちらはね、あのアナちゃん書いてもいいよっていうお許しを得たので、ちょっと私なんか書いてみますね。じゃあ白いボールペンを使って書いてみます。じゃあ定番ですが、へのへのもへじ書いてみましょう。へーのー、へーのー、もへじてんてんと、よし、じゃあここに名前を書いておこうかな。あなざわえい、よし、ゆゆけ、えい、こんな感じどうかな。よいしょ、よ、はい、じゃん、へのへのもへじできました。ちゃんと書けてます。はいね、これね、絶対私弱視の頃欲しかったですよ。今本当いい便利なもの売ってますね。はい、でこういうのね、日本展示図書館で販売されてるんですけど、最近ねちょっと視力低下して見えづらいな、あ、その白黒反転とか使ってみたいなとかね、感じた方たくさんいらっしゃるかと思うんです。ぜひね、あの展示図書館に問い合わせしてみてください。あの展示図書館ってね、展示って書いてあるから全盲が使うものしか置いてないんじゃないのって思ってる方たくさんいらっしゃるみたいですけど、弱視の方に嬉しいものもすごくたくさん置いてます。ということで、今日の動画面白かったなと感じたら、いいねボタンを、そしてチャンネル登録まだの方、ぜひ登録お願いします。あなちゃんでした。